読谷補助飛行場は沖縄県読谷村にあった米軍基地。1943年に建設が始まった陸軍沖縄北飛行場に由来する。第二次世界大戦後は米軍読谷補助飛行場として使われた。1996年に始まった日本政府との交渉の結果2006年に全面返還された。今日では 読谷村役場や読谷平和の森球場、読谷中学校、農業用地として跡地利用が進んでいる。読谷補助飛行場は読谷村のほぼ中央に位置し、接種前は、紀名イ、イラミナ、ザキミ、ソベの集落と農地が広がっていた。1943年に、旧日本軍が土地を強制接種してきた飛行場を建設し、その周囲に、 弾薬集積所、兵舎、給油施設等を設。1945年4月1日に読谷に上陸した米軍は直ちに日本本土侵攻のための前進基地として北飛行場を拡張し読谷飛行場として強化した。1947年からは主に離着陸演習、落下山訓練などを行う読谷補助飛行場となった。 ヨミタンの中央地域を占有し、また吊り下げ訓練によるトレーラー落下で幼い命が奪われるなど、基地被害は大きく住民の生活を圧迫した。長年の返還運動で2006年に全返還された。1972年5月15日協定でのヨミタン補助飛行場米軍が1944年に撮影していた日本帝国陸軍の北飛行場の写真。 沖縄には、五六飛行場を除いては大規模な飛行場がなかったが、1942年になると、帝国陸軍内で南方への補給航空路の開設に関連して、沖縄への不時着用の飛行場の整備の議論が出るようになった。翌1943年夏、南東太平洋方面の戦況の進展も、相まって航空部隊の戦略軌道も含めた南方への 補給航空路の確立が急がれた。これによって建設が始まったのが陸軍沖縄北飛行場である。1943年4月27日、読谷村氏によれば、この日、日本軍接収された土地を示す、青い竹竿の赤旗が立った。一週間ほど経って土地に関係する住民らが学校に集められて、赤旗が飛行場予定地の境界であること。 接種面積は360周部に及ぶことの説明とともに土地接収を求められた。区域内に暮らしていた65個が強制立ちの木となった。地主には保証金が支払われたが、屋敷と農地を失うという生活の急変に住民らは困惑したという。沖縄北飛行場の建設は、 陸軍航空本部から国馬組が工事を受け負っていたが、1944年4月からは、陸軍第19航空地区司令部が工事を指揮した。同年6月になると進捗が遅れていた、沖縄南飛行場、沖縄東飛行場の工事を中止して家島、沖縄北、沖縄中の建設に注力した。国馬組の設営工事管理責任者であった。 国馬基吉の話では、飛行場の建設予算は2300万円で、沖縄の歴史上かつてない大工事と言われたが、重機はほとんどなく、建設は1944年月以降から沖縄に、進駐してきた第50飛行場大隊、第3飛行場中隊、要塞建築第6.78中隊のほか、県内中から集めた数百台の入馬車と1日数千人もの沖縄の、 住民と学徒の動員に頼った。1944年6月上旬、第8航空師団に編入された第25飛行団が沖縄北飛行場に展開、各飛行隊は7月1日頃展開を完了した。第25飛行団の編成と沖縄北飛行場への配備状況は以下の通りである。第25飛行団は主に鹿児島沖縄本島。 石垣島間の戦団護衛の任務につき、沖縄へ輸送される部隊の輸送を支援した。また、6月29日の富山丸遭難を受け、第32軍に編入される、第9師団と独立混成第15連隊は、沖縄への移動に際して、沖縄北飛行場、沖縄中飛行場への空路を使っている。第25飛行団は9月25日、フィリピン作戦との関連で、 台湾へ移動した。その後は飛行第23中隊都会軍の総発爆撃機銀河が沖縄北飛行場に配備された。1944年10月10日の空襲で迎撃を行ったものの被弾や不死になどでほとんどが喪失した。沖縄北飛行場で露飼されたロケット特攻機王カとアメリカ軍のテント。その後、沖縄北飛行場は 台湾沖航空船への参加や台湾方面への移住のための中継地として利用されたものの、同飛行場を拠点とした飛行隊は確認されていない。第32軍は沖縄の各飛行場から行う航空特攻に期待を示し、1945年に入ってから第10方面軍や第6方面軍に対して特攻隊の進出を強く望んだ。第6航空軍では、 沖縄北飛行場20から11機からなる特攻隊3から4隊を配属するなどの計画を検討したが実現しなかった。1945年3月30日、第32軍は沖縄北中両飛行場の破壊を命じた。1945年4月1日、読谷に上陸したアメリカ軍は占領した沖縄北飛行場で 日本軍のロケット推進航空機、マキシーマイナス7王家を未使用のまま露客した。王カは自力では離陸せず、一式陸上攻撃機などの母機によって運ばれ、目標に接近すると母機から切り離され、ロケット推進で飛行、目標に体当たりする。沖縄における王カの運用状況については、実戦での使用を含め確認されていない。 第二次世界大戦中に米軍が建設した飛行場アメリカ軍は沖縄への侵攻の目的に軍事拠点の確立を掲げ沖縄侵攻作戦アイスバーグ作戦の中でも上陸5日後に海兵隊の飛行隊を30日後に陸軍の飛行隊を読谷飛行場に展開させることを計画していた1945年4月1日 アメリカ軍は飛行場の西の海岸から上陸を開始、その日のうちに陸軍沖縄飛行場一帯を占領した。飛行場は日本軍による破壊活動と上陸時の砲爆撃により破壊されていたが、公平部隊により飛行場を修復、読谷飛行場としてすぐに運用を開始した。米軍は読谷飛行場を日本本土の爆撃の拠点の一つとして整備を進めたが、 実際に特攻機の迎撃や南西諸島、九州への空襲任務などのために使われた。沖縄戦中、読谷飛行場で撮影された、米海兵隊 VM 海 -311 の F4 ユーコルセア戦闘機。アメリカ軍接収後の読谷飛行場で最初に、活動を開始したのは、アメリカ海兵隊である。米国戦略爆撃調査団報告書にある、海軍、 海兵隊陸上機戦闘報告書では以下の飛行隊が読谷飛行場で活動していたことが確認できる。読谷飛行場を拠点にしていた戦闘機部隊は7月になると新設された合わせ飛行場や金竹飛行場へ移駐代わりに陸軍航空隊が移駐した。第二次世界大戦が終わった1947年の時点では ヨミタン飛行場を拠点とする部隊はなく、1950年代中頃までは、カデナ飛行場の補助飛行場として位置づけられた。1948年6月には、航空管制通信部隊がヨミタンに移住、沖縄のアメリカ空軍に対して、航空管制通信の支援任務を開始した。パラシュート訓練と、周辺住民への被害1950年代の時点では、大型化。 ジェット化が進んだ空軍航空機の運用には読谷飛行場は適さないとして代わりにパラシュート降下訓練施設として使われるようになった。その頃は一部の管理エリアを除いて民間地と飛行場を隔てるフェンスなどは設置されておらず周辺の地域住民が飛行場内で工作をすることもアメリカ空軍は黙認していた。以降飛行場では パラシュート訓練が行われるようになったが、降下した物資が周辺の集落や農耕地に誤って落下するという事故も相次ぐようになった。特に1965年6月11日には、投下した車両が風に流されて集落に落下、10歳の少女が下敷きになって死亡する事故が発生している。1972に沖縄が日本に復帰すると日本政府は、 在日米軍の要求に基づき、読谷補助飛行場として米軍への提供を継続した。1976年の第16回日米安全保障協議委員会では、飛行場の東側250.78エーカーの返還が決定。1977年5月14日に0.48エーカー、5月31日に0.19エーカー。 1978年4月30日に250.11エーカーが変換された。残り約191エーカーは1978年7月27日にアメリカ空軍第五空軍から在中米国艦隊活動司令部に移管された。さらに1980年9月には読谷補助飛行場の管理が在中米国艦隊活動司令部から 米海兵隊のキャンプパートラーに移管された。共同使用と村施設の建設、軍用地に立つ読谷村、役場読谷村役場から望む読谷補助飛行場。誘導路と駐機場の面影が残っている。1978年、米軍基地の軍民、共同使用という形で飛行場北側に、村民運動広場が建設され、解放国体の会場となった。続いて、 村では1985年読谷飛行場転用計画を策定。飛行場一帯を南北市街地の間にあり、255.5ヘクタールと大規模であり、沖縄にとっても大きな開発可能性を有している国道58号に近接し、県道に囲まれた交通支弁の位置、中南部都市地域と北部観光レクリエーション地域とを結びつける役割を担っている都市。 その中核に村役場庁舎の建設を盛り込んだ。1995年に着工、1997年に竣工したが、この時点では飛行場の返還を待たずに米軍と村との共同使用という形をとっていた。つまり、軍用地に庁舎がある、状態が2006年の完全返還まで続くが、1990年代。 以降はすでに米軍基地としては有給化していたというのが実態であった。読谷補助飛行場での最後のパラシュート訓練は1996年7月19日である。SACO 最終報告書では訓練を家ト補助飛行場に移転し、読谷補助飛行場は道村にある袖通信所の通信活動の干渉地帯として使われることになった。袖通信所の施設が キャンプ運船に移設後、ヨミタン補助飛行場は2006年に完全変換された。米軍時代の滑走路跡は、基地時代のメモリアルとして、いくらかの形を残しながら、ロードパークとして整備されている。ヨミタン中学校、ユンタ、市場、ハルサーをサポートする、ハルサポや先進農業支援センター、終戦課場、マンゴー団地が整備された。 陸軍沖縄北飛行場の延滞号。手前の延滞号だけが現存。1943年から建設が始まった帝国陸軍沖縄飛行場の航空規格の施設として建設された。森土の上にコンクリートを流し込み、固まった時点で内部の森土を取り出して作られたと言われる。延滞号は高さ4.6メートル、幅約20メートルである。 2000年には3機が現存して、農機具倉庫などに使われていたが、2機は解体。残った1機が2009年に、読谷村指定文化財に指定、保存されている。技ツ空挺隊は、敵の基地に強行着陸して、敵の飛行機を破壊、搭乗員を殺傷する目的で1944年12月に編成された帝国陸軍の部隊である。 米軍の沖縄侵攻が進んでいた1945年5月上旬に計画された記号作戦では、熊本から低空で深夜の沖縄に侵入、8機を沖縄北飛行場に、4機を沖縄中飛行場に強行着陸させ、着陸後搭乗員は敵機や軍需品、施設を爆破して飛行場機能を妨害するものとした。1945年5月24日夕方、 奥山道郎隊長以下武装兵120名が97式重爆撃機に分乗して、熊本を出発。4機が引き返し、7機が撃墜されたものの、少なくとも1機が突入に成功、破壊活動を展開した。これによって米軍は、航空機9機破壊炎上、29機が損傷、7万ガロンの燃料を炎上、死傷者約20名を出し、 飛行場は翌日まで使用できなかった。混流時期は不明ながら、飛行場内に木製の石踏みが建てられた。読谷村役場向かいの二十歳にあったが、現在は延滞号の隣に移設されている。ありがとうございます。